あ、どうせどっちか来い、最高、最高、最高、やっと終わった、最高。どうでした？はい、そこでお願いします。暖かいですね、確かに。 2,3 時したらまだ寒くなるそうです。あ、なるほど。いけそうですか、大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、今仕事を終えまして今から帰宅します。それをちゃんと把握した上で、え、なんでいるんですか。え、なんでいいですか。あ、頑張ってください。やっちゃいそう。やっちゃいそう。そうだよ。もちろん。え、ってなったもん、最初来た時に。ん？そうそうそう。いいえ、そんなこと、これからでしょ、なんならだって。じゃないです。ありがとうございます。おお。ありがとうございます。よかったっしょ。さす、今日もありのままの自分で最高の一日です。いきます。あざっす。
人が入れないからとかじゃなくてさ、シンプルにランチなくなったんすか。行きましょう。あー寂しそう。おいおい、いただきます。よっ、早いって早いって、早く食いたいね。どうぞどうぞ。うまっ。恥ずかしいから。うまっ。うまいな取り方。はい、おいしそう。はい、おいしそう。あらす気になるから。そうなんですね。ちょっと持っとくの。これが一番うまい。ミルクとかサンドリーもヨーグルトも女子多いです。2と4がちょっとモンジャみたいなの。こっちはモンジャ。これ入りにしたらうまっ。きつかったスクワット。じゃあ男気っすか。よし。男気じゃんけんジャケっぽい。よし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 。さす今日もありのままの自分で最高の一日です。
苦しくなっちゃうから、ね、そうじゃない偽りだったら苦しい。え、ええ、かもしれない。寒っ。飯行きましょう。飯5人で入れますか。あったまるわ。チョコレートやね。なに、どうした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 。プロテイン、プロテイン、プロテイン、男気じゃんけんジャケっぽい。男気じゃんけんジャケっぽい。アイクレッシュ、アイクレッシュ、アイクレッシュ。あ、そうです、そうです。なるほどっす。あっす、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。セリのひさしと牡蠣の醤油漬けっす。でしゃったらめっちゃでかいっす。逆に言えばカニグラですね。わー、ありがとうございます。めちゃくちゃ熱いんで、いただきます。はい、うわこれめっちゃうまい。うまっ。ウニのチャーム。ハンバーグ。ありがとうございます。牛肉の白味噌仕立て。うわこれやばい。おいしい。さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。シェアでいただくっていう感じですね。はい、いただきます。です。です。かっこいい。ここチャンパン、チャンパン、ここチャンパン。どんな使えるわけないじゃないですか。かっこいい。ハラキン飲み行ったと思ったらさ、うまっ。もし腹立ったら後輩のために俺先輩で発車したから思う。あざっす。男気じゃんけんじゃんけん。はい、どうでしょう。はい、男気じゃんけんじゃんけん。男気じゃんけんじゃんけん。男気じゃんけんじゃんけん。よし、かわいい後輩だ。あさす。もうええ。お通りちゃんとちょっとぽい。最高。最高。最高。やっと。最高。いい気分だ。うん。いい気分だ。すごいいい気分だ。うん。どうどうどう。ございます。うん。いい気分だ。いい気分だ。うん。
疲れ様です。はい、ここまで動画見ていただいてありがとうございます。ということで今週は、まあ、いつも通り、まあ、ジム行ったり美味しいご飯食べたりって一週間だったんですけど、最近ですね、最近でもないかも、前からもそうなんですけど、よく DM でですね、慎太郎さんちょっとキャリアについて相談させていただきたいですとか、まあサラリーマンの方、社会人の方、あと学生の方も最近すごい多いですね、ありがたいことに。やっぱり僕のこういった発信がですね、多分サラリーマンの同世代の方には、あんな慎太郎が同世代で頑張ってる、まあ、またはあんな若い慎太郎が頑張ってる、いや僕も私ももっとやれるぞ、私も頑張ろう、僕も頑張ろう、まあ、そう思っていただいている方々とですね、あと学生の方々で、まあ、こう慎太郎が少しこう社会人のロールモデルのような、すごいおこがましい話であるんですけど、映ってるような感じでございましてたくさんの DM いただいております。はい、でよくご質問いただくのが、まあ、慎太郎の無料相談会って毎月ね、10日限定5名様で受付ではいるんですけども、やっぱどうしても相談したいっていう方に DM いただいておりまして、僕自身ももちろん5名限定ではやってまして、いつもこう早く埋まってから、埋まった順で先着で決めてるんですけど、どうしてもとかねいう方は全然DM いただいて構いません。はい、僕としてもすごい嬉しいですし、やっぱり誰かの何かの力になるというのがね、まあ、僕でもしよろしければ全然結構ですので、もしそこで毎月10日5名様だから、そこまで待たないと絶対できないんじゃないかなっていうと、決してそうではありませんっていうのだけは伝えておきます。はい、ただ基本的には毎月10日でやってますので、そこでもちろんご応募いただければと思うんですけど、どうしてもっていう方はね多分いらっしゃると思うんで、もちろん DM いただければ、そこは僕でよければね Zoom とかで一度お話しできればなというふうに思ってますっていう、はい、ことだけは伝えておきます。ということでまた次の動画で会いましょう。